こんにちは。簡単お菓子をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。今日は新玉ねぎと生ハムのケークサレをご紹介したいと思います。旬の新玉ねぎのみずみずしさをケーキの中に閉じ込めました。生ハムは切り落としのもので大丈夫ですので、気軽に作ってみてください。それではよろしくお願いいたします。それでは材料からご説明したいと思います。まず新玉ねぎ1個 200g ぐらいのものをご用意ください。それから生ハム、タイム、これはあればで結構です。パセリなどでも大丈夫です。そして生地の方は卵、塩、胡椒、プレーンヨーグルト、植物油、薄力粉、ベーキングパウダーになります。こちらで作っていきます。そして今日は型はこちらの18センチのバウンド型で作ります。まずこのように切り込みを入れたオーブンシートを型に敷き込んでおいてください。そしてオーブンは180度から190度に予熱してください。それではまず新玉ねぎの準備をしたいと思います。こちらですね、半分に切ります。そしてこれからスライサーでスライスしていくんですけれども、ここの部分ですね、ちょっとスライスするときに引っかかりますので取っておきたいと思います。はい、このぐらいになります。そうしましたら生ハムですね。生ハムは切り落としなんですけれども、ざっくりと切っておきます。これで具材の準備ができましたので生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。でここに塩を加えます。塩は生ハムの塩分がありますので、少し少なめにしています。それから胡椒も加えてしまいます。たっぷり入れますね。そしてこれを泡立て器でよく混ぜてください。塩をここでよく溶かしておきます。したら植物油を加えます。今日は太白ごま油ですけれども、今日のケークサレの場合は半量をオリーブオイルにしていただいても風味よく仕上がると思います。油はなじみにくいので数回に分けて加えていくといいと思います。ここにプレーンヨーグルトを加えます。ヨーグルトが入るとコクが出て旨味も増しますので入れてください。そしてこれもよく混ぜてください。混ざりましたら薄力粉とそれからベーキングパウダー、これを合わせてふるい入れてください。そしてゴムベラに変えてそこから返すようにして混ぜていきます。まだ粉気がだいぶ残っている段階でスライスしておいた新玉ねぎを加えます。たっぷり
ビーですね。これが生地にみずみずしさを加えてくれます。ですので今日の生地は玉ねぎ以外の水分は少なめにしてあります。それから生ハムですね。これも一緒に加えてください。では混ぜていきます。ハムと新玉ねぎでもうすごく美味しいケークサレになりますので、はい、そしてタイムですね。イタリアンパセリや普通のパセリとかでも美味しくできると思います。少し葉っぱをこう4、5切入れるような感じで加えてください。この硬い部分はね、入らない方がいいですので、そうすると香りも良くなります。それでは生地ができましたので型に流し入れていきます。ほとんど新玉ねぎのような生地ですね。具材がたっぷりです。表面をざっとならしてください。そして表面に飾り用のタイムをのせます。こんな感じで生地が出来上がりました。これをオーブンの天板にのせて180度から190度に予熱したオーブンで35分から40分焼いてください。焼き上がりました。美味しそうに焼けてますね。じゃあこれを網に移して冷ましていきたいと思います。こちら紙ごと出しちゃいますね。広げてみます。あ、しっかり焼けてますね。竹串を刺してみて何もついてこなければ大丈夫ですので、生の生地がねついてこなければ大丈夫です。出来上がりです。